で、最初はレシピ通りに作っていくっていうところから始まってきますよね。どんな技術、お稽古ごとも、まあ、そうした学び方っていうのがあるのかなというふうに思っています。まあ、ロイ先生は続けるにあたって何かを習得していく、身につけていくっていう時には、今日の今の話で言うならば、レシピ通りというかね、それを変えないっていうところからまずは入っていく。その変えないだけじゃ底止まりなんですね。催眠技法の基本でもあるチューニング、全てのコミュニケーション、全ての私の世界の中での全てを生かしていくための最も重要な基盤、内容を聞くっていうレシピを教わってるわけだから、どうしてもそれが身についちゃうと、内容の方に、つまり自分の方にフォーカスしちゃう、意識がいっちゃうっていう、そこをもう一回、相手の息や動き、相手の存在、生きているその働き、現れ、そこに勇気をこうかけ直そうよという、そういうレシピなんですよね。今日は会話の中で、相手の話の内容にも聞きながら、そして内容にも合わせながら行っていく。じゃあちょっと難しくします。吉本先生の、説得の奥義、それを行っていきましょうかね。絶対これは確かだよということを説得してあげてください。よくダブルバインドって言葉は、その心理療法の世界では使われてはいますけれども、はっきりとしたダブルバインドが生じている場合っていうのは、そうした危険性があるんだよっていうことなんです。まあ、反対に言うならば、私たちがここで心理の勉強というか学んでいくときに、ダブルバインドになってないようにっていうふうに逆に、注意するということも必要かなというのは思います。そういう意味では今このデモはね、いいケースになったかなというふうに、思います。と逆をやってみましょう。自分の意見は持たない方がいいよっていう人になりきって、そして、アキちゃんを説得してみてください。チューニングがメインね。息を合わせる、動作を合わせる。そして相手の言葉も抵抗しない。言葉の方は受け入れてるけれども、他の方を見たりとかね、じゃなくて全面的にチューニングしていくんです。全面的にチューニングするっていうことが一つのリードなんです。吉本先生の、ね、チューニングはね、もう今言ってもうリードと思えるぐらいなチューニングなんですよ。説得する時こそチューニングが必要なんだと。そして説得するということは、自分の意見をそのまま相手に押し通すということでは、結果としてなくなるということですね。相手にも自由なスペースを与え、そして相手を受け入れることによって、自分も自由な、自分の観念を固執するんじゃなくて、自分も自由なスタンスにいるということなんですね。お互いが自由なスタンスだから、新たなことも生まれる、新たなアイデアも生まれるかもしれない。私が注意しているっていうことはいくつかあるんですけど、全体の構造からのことで言うならば、どういう順番で講座を進めていこうかなっていうことは注意しています。吉本先生の催眠っていうのは、こうトランス誘導というふうに言ってもいいでしょう。で、トランスというものの定義が違うんです。催眠の定義が違うということは、トランス状態の定義が違う。意識がなくなってしまうような状態を催眠状態というふうに言うならば、自動運動というのは催眠状態ではない。でも吉本先生は、催眠状態というのは意識があっても催眠状態というのはしょっちゅうあるんだよ。トランスの状態というのは、日本語で訳すと変性意識状態というふうに訳されるんですね。吉本先生がここに残してくれた、夢の実現法というのは、この夢の世界の中で夢をさらに楽しんでいこう。そして夢の世界の中で、この方法を使って正気の部分にも通じるようにしていこうという一つの工夫です。その吉本先生の現代催眠っていうのは、これから催眠をかけようっていうことが、意思も持たず自然体なんですよ。そのままなんですよ。そこを私も留意してます。今度はね、喋りながらではなくて、催眠誘導、トランス誘導をしていくっていう練習をしていきましょう。相手に意識を向ける勇気、そして呼吸合わせです。そして、合ってきたなというふうに思ったらば、吉本先生の心理療法の特徴というのはたくさんあるんですけどね、一番の特徴というのは、さあ、そしたらば、手を広げていって、自然に目を開けて、3枚目の紙、今思い浮かんだ気を書いてみてください。
単なる絵画療法とも言えないね、何かをね、先生の元でこれを描いた時に感じましたね。じゃあちょっと3本目の絵をね、時々思い出していただけたらと思います。